研版が食べてみた新シリーズ12球団お土産編2024です。はいはい、はい、第2弾は福岡ソフトバンクホークスです。はいはいはい。ソフトバンクはホークスせんべい、違う違う、ホークスめんべいと高揚げです。めんべいって何、はい、どういうこと。これね、有名だから知ってると思います。ちょっと見てみてください。こちらがホークスめんべい。めんべい、めんべいってもお土産で結構買ってったりもらったりっていうのが福岡ではあるんですけど。あ、そうなの。そう、これめんべいなんですけど、ホークスめんべい、明太子。さあ、そうそうそう、おせんべいと明太子。あ、そういうあれね。そう、はい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 、これがね、美味しいんですよ。あと食べたことあるのこれ。うん、ありますあります。あとお隣は、はい、高揚げですね。これは高揚げ初めてですけど、うんうん、これは、はい、これ高揚げは、うん、まあ、ひねり揚げですね。ひねり揚げ、小麦粉をカラッと揚げた、はい、ひねり揚げ。え、これってこういうお菓子なかったっけ。ありますあります。あったよね。うん、あります。で、これは味が、明太子マヨネーズ味。おー、美味しそう。これ、うん、こっちもマヨネーズ味、うん、両方、そう、両方同じ味になってるダメ。いただきます。あ、どうぞどうぞ。うん、なんか懐かしい感じがする。なあね、うん、いただきます。うん、まあ懐かしいでしょ。うん、マヨネーズ、明太子ですね。美味しい。これ美味しいですよね、うん、ちょっと辛みが来る、喉に残るね。きますね、うんうん、辛いの入ってんの、うん、あ、唐辛子が入ってるやん、やっぱね、明太子。こっちも、あ、でもこっちは唐辛子入ってないわ。あ、入ってるわ。入ってるわ。入ってるわ。何突っ込んでんの。いや、面白かった。これ、好きやわ。どっち？両方。両方好き。なんか懐かしい感じがする。うん。ね。うん。毎日食べてたら、あれ、なんか飽きてくるかもしれんけど、うん、たまにこう、パッて食べると、うん、すごい懐かしい感じがして、ね。もっと食いたくなる。あ、これ楽屋に毎朝あったら食べちゃいますね。あ、週一でね、来てね、うんうん、多分用意されてると思うよ、来週からずっと。福岡ソフトバンクホークスのホークスめんべいと高揚げです。これ姉さん、姉さんはどれぐらいをつけようとする。私はさっきの決まってます。もう決まってる。決まってる、うん。まあ、こは4つにしておきます。あ、同じでした。はい、はい、うん、結構おかわり欲しがってましたからね。懐かしい感じはするけども、やっぱりこの辛いっていうのがインパクトあるよね、うん、あります、うん、明太子、明太子系は、ね、唐辛子、はい、美味しいですね、うんうん、懐かしい味なんやけども、うん、新しいそういうパンチがあるっていう、はい、うん、っていうところで、うん、ちょっと1個増やしました。新しいパンチがある、はい、4ついただきました。はい、今日もごちそうさまでした。ここになんか詰まるの分かる。みんなうんうんって言うと思う、ね、ここにね。